おはようございます。金曜日、朝なんだ、今9時か10時か9時ぐらいかな。今日はもう出かけません。あんまり昼にエビリンあの裁縫の仕事、あのミシンでダダダってやってるんですけど、エビリン家の近所 で昨日 T シャツ破けちゃったからエビリンに修理頼んでて、まあ、取りに行く。またホテル戻ってきて、今日も引きこもろうかなと。じゃあ本日もよろしくお願いします。はい、じゃあ今からエビリンのところに T シャツもらいに行って、食い物買ってまた部屋に戻ってきます。あれ、雨降ってんじゃん。あらららら、らちょっとじゃあ傘取り行こう。傘、まあ、ちょうどよかった。今日はもうどっちみち部屋に引きこもる予定だったんで、明日晴れたらな、いいんだけど。グリーンウィッチだな、グリーンウィッチ。今日昼飯これにしよう。エビリンの職場にやってまいりました。Do you have my T-shirts? Yeah. It's already done? Yes. Okay. マカノ。Three. Three? Okay. Thank you. Hi. Hello. Hello. Okay. Thank you for you guys' time. Bye.How can I get the tricycle here? Yeah. エビリンが T シャツタダで直してくれました。ということで、もうめっちゃ蒸し暑いし、もう雨なんで、食べ物と飲み物買ってまたホテルに戻ります。雨やんだな、ぼちぼち。よし、飯買おう。飯。昼飯買いました。じゃあもうホテル帰ろう。30分ぐらい外出ただけでもうスーパー暑いわ。はい、じゃあ帰ってきました。ランチタイム。はい、これカルボナーラ、これとあとピザ。多分両方は食えないからこれ夜かな。はい、ランチタイム。フォークとスプーンかと思ったらフォークとフォークでした。ガーリック味。今4時前、ずっと編集してちょっと休憩。集中してるわ。小腹空いたんでピザ食べます。ハワイアンピザ、このね辛いソース乗せてちょっと休憩します。
うん、冷たくなっちゃったけどうまい。パイナップルとハム。はい。時刻は夜7時16分。明日はね、もう夜ホテル泊まらないでそのまま空港なんで、じゃあちょっと外行きます。よし、さあ来ました。ブラック豚骨ガーリック。いただきます。チャーシュー。はい、ごちそうさまでした。あー、食った。今フライドポテトってカタカナの T シャツ着てるフィリピン人がいた。じゃあセブンイレブン寄ってホテル帰ります。さあ、じゃあこれ今ヤクルト2本とレッドホースサンミゲールライト2本、これで今日は終わります。はい、おはようございます。土曜日朝9時、実はちょっと一睡もできませんでした。なぜならなんかめっちゃお尻痛くて、なんか痔みたいな結構半端ない痛い感じで、もう実質今日の夜12時か1時ぐらいに空港行って、明日の朝、日曜の朝4時の飛行機なんですけど、結構やばいんで、今日今ラスピニャスここチェックアウトして、ね、本当は1日ブラブラして、でちょっと他の撮影とかして空港向かおうと思ったんですけど、ちょっと結構やっぱ限界に近い状態で、なのでマカティ の初日に泊まったユーロテルホテル、あそこ急遽取って、まあ、今からそこ行って、そこの近くに日本人医師会っていうのがあって、その日本のお医者さんがいる病院があるんですけど、そこは日本の保険証がですね、使えるっていうか、なんか書いてもらって後で日本で市役所出すとお金戻ってくるっていうところがあって、何回か行ったことあるんですけど、ちょっとそこ行ってで応急処置でもしてもらって、明日日本帰って、日曜日だから病院やってないか分かんないけど、まあとにかく今の状態だと飛行機4時間半やばそうなんで、まあ病院に行きたいと思います。あー、やっちまった。これ多分暴飲暴食。じゃあちょっとね、気合でマカティの方向かいたいと思います。さあ、チェックアウト準備できました。だいぶケツ痛いけど頑張って、まずはマカティに向かいます。頑張れ俺。やべ、雨降ってんじゃん。うわ、雨降ってるよこれ。どうすっかな。結構これ傘ないとダメなレベルだな。傘もエビリに返しちゃったからな。しょうがないから気合でバス乗り場まで行きます。もうケツも痛いし、ホテルにいてもしょうがないし、一刻も早く目的地に向かう。雨はきっとやむでしょう、昼ぐらいに。わかんないけど。 Thank you. Yes, I'm blogging.最終日、ね、まさかの雨、ケツ痛い。これね、二宮金次郎みたいな
このリュックも超重いから頑張るぞ。はい、バス土曜日やってませんでした。なんと綾良行きのバスがないと。うわ、だからあのアラバンっていうところに行って、サンタクルーズか、アラバンっていうところに行って、アラバンからバス乗り継いでいくと。いやー、これは過酷な旅になったな。とりあえず行く、一歩でも前に進む。渡ろう。はい、アラバン行きのバスに乗りました。これアラバンに向かいます。ターミナルに着きました。ここからマカティのに向かってバス乗り換え。ケツはあの相変わらず痛いです。ここかな、クローズとクローズ。よし、はい、このカードがないとバスに乗れないと。はい、とりあえずこれで綾良方面に向かいます。とりあえずエアコンも効いてて、クッションもまあまあ柔らかいんでいけそうです。はい、バス降りました。まだホテルのチェックイン時間があるんで、時間まで待とうかと思います。どっかその辺で。ホテル着きました。よいしょ。じゃあ1時からチェックインなんで、1時間ぐらいここで待ちます。エアコンも効いてるし、ソファークッション熱いから大丈夫でしょう。ハロー40分前だけどチェックインさせてくれました。あ、よかった、気づいたかったから。はい、戻ってきたユーロテル。今日の部屋はこの間のところよりちっちゃいっすね。窓もないし、トイレはこんな感じ。まあ綺麗です。ここがですね、昨日の夜急遽あのアゴダで予約して1050ペソぐらいだったからスーパー安いっすね。で、まあ、夜12時ぐらいにここ出れば1時ぐらいに着いて、まあ一
飛行機4時からなんで。で今雨が結構また降ってきたんで、病院がジープでブーって行ってすぐなんであれなんですけど、雨で病院行くの結構かったるいけど、血痛いし、1時から2時半までしか診察やってないから、行くならもう出なきゃいけないんで、ちょっと考えます。で結局病院は行きませんでした。なぜなら雨降ってるし、病院まで行くのも結構大変。どっちみちまあ明日まで頑張れば、明日あの日曜でもやってる病院があったんで、日本帰ったらすぐ病院行く。ちょっとあのなんか抗生物質みたいので、せめて明日まででも痛みが晴れれば、痛みが引けばということで薬を買いに来ました、薬局レセプション。これは処方箋がないと買えないって言われました。で上になんかメディカルセンターがあるから、ちょっとそこに行けって言われたんで、ちょっと行ってみます。ミニ四駆だ、ミニ四駆。すげえな。すげえ。すげえ。いやいやいや、すごいすごい、ミニ四駆の大会やってる。いやでもちょっと血痛くてそれどころじゃないんで、あのメディカルクリニック、俺どうなんだろうな、いけんのかな。メディカルシティクリニック、メディカルシティクリニック、同じ建物が2つあるけど、とりあえずこっち行ってみよう。とりあえずなんか500ペソぐらいであの処方箋くれるみたいなんで、やってみます。はい、じゃあなんか今マスク渡されて、問診票みたいの書きました。結局日本のお医者さん行かないで、フィリピンの医者になぜか来ることになってます。なんか抗生物質とかは処方箋がないとやっぱ売ってくんないみたいで、たまたまこのいつもあのユーロテルホテルの前のモールの3階にメディカルクリニック、だからホスピタルじゃなくてクリニックなんで、ここのドクターに期待します。はい、じゃあ診察終了しました。これね、処方箋もらってきました。なんかおばあちゃんのすごいお医者さんでしたよ。で今からこれ持って下の薬屋に行くと、薬出してくれると。これでちょっとでも痛みが引けば帰れます、日本に。はい、じゃあ薬処方されました。薬728ペソ。ちょっと薬が思ったより高かったけど、じゃあですね、ちょっとホテル戻って薬飲ん で最後ちょっとお土産とか後で買いに行きたいんで、まあちょっと休憩します。はい、じゃあホテル戻ってきました。1階2畳、今と夜と明日の朝の分。はい、じゃあ今3時45分だから、もう最後の活動もう一発するとしたら5時ぐらいに出て、ここに9時ぐらいに帰ってくる、帰ってきたい。はい、じゃあとりあえずなんかあんま薬効いてないけど、どうしても最後ちょっと行きたいところがあるんで、今4時40分、ちょっと出発します。はい、じゃあジープ乗って綾田駅行きます。はい、綾田駅着きました。
気合ついて早く薬効かないかな。でもどうしてもね、最後取っとかないと後悔するんで行きます。今BGC っていうところ行くんですけど、前はここから50ペソ現金だったけど、今はやっぱもうこういうスイカ全部使わなきゃいけないんですね。でこれお金チャージしました。よし、じゃあこのバスで BGC に向かいます。BGC、マーケットマーケットっていうところに着きました。まあ、今からBGC っていうところのメインストリート行くんですけど、これ、すごいおしゃれな街になってて、もともと軍用地かなんかを開発して、これすごいおしゃれな街にしてるんですけど、来ました。ハイストリート、ここがメインストリートです。レストランとかバーとかいっぱいいろいろ撮りたいんですけど、まあ本当それだけで丸々1日かかっちゃうんで、今回ねフィリピン来て本当ゴミ山とスラム街と留置所しか行ってないんで、以上が BGC ハイストリート、行って帰ってきただけ。涼しい。よっしゃった。はあ、疲れた。じゃあシャワーと飯だな。やべえ、寝ちゃって寝坊してる。今12時39分、1時半までに空港だから、よし、シャワー浴びて血痛いけどチェックアウトしよう。危なかった、目覚ましなんなかったよ。はい、いや危なかった。
夜の11時に目覚ましかけてたつもりが朝の11時にかかってました。やばかった。ケツ痛くて目覚めたけど、これこのままもう寝坊してたら本当明日もケツも痛いし日本帰れないし、もう終わってたね。今1時10分ぐらいで、1時半ぐらいに空港行かなきゃいけなかったから、まあ、ギリ、タクシー下でうまく拾えれば向かいます。よし、余韻に浸ることもなくタクシー、タクシー、はい、タクシーね、今これ500ペソってふっかけてきたんで、300ペソでも高いぞって言って負けてもらいました。はい、着いた。空港着いた。ターミナル3。さあ、ここから日本に向かっていきます。お尻は依然激しく痛いです。あと1時間起きるの遅かったらもう終わったな。あー、よかったよかった。さあ、よいしょ、あ、ここね、チェックイン。あ、混んでないわ。空いてる空いてる。あー、最後空港でビール飲みたかったな。まあでもちょっと何日間か禁止しないとダメだろうな。バゲッジドロップ、ジャストチェックインだな。はい、チェックインしました。はい、出国検査も終わりました。あとはもう搭乗を待つだけですね。とりあえず座布団売ってないかな、座布団。さ、最後小銭使ってカップヌードル買った。シーフードうまい。はい、じゃあ飛行機に向かいます。あー、いよいよだ。早くちょっと日本戻りてえな。さあ、じゃあいよいよ出発します。レッツゴー。今着陸しました。ケツやばかったけどなんとかなりました。ああ、到着日本。Thank you. ありがとうございます。さあ、今審査終わって無事出ました。成田空港到着しました。さっき飛行機の中で見ていただいたって言って声かけていただいた旦那さんです。フィリピンベテランですか。もう31年ですね。31年。フィリピン在住ですか。もう在住したこともあります。あ、そうですか、はい、あ、なるほど、だから旅、はい、フィリピン歴30年、すごいですね、はい、私なんかまだまだ赤ちゃんです。今回9日間フィリピン行ってましたけど、めちゃめちゃ楽しかったです。じゃあ、日曜日病院やってるところあるみたいなんで病院に行ってきます。どうもありがとうございました。